そろそろ限界のようだな。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、カラシアムエクセプロージョン。セイガは、おれ、アテナ神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。もう少しで、アテナ像だ。でも、さっきまでかすかに見えていた。アテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だが、まだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。聖夜、あなたは希望。今、すべての人々のあなたは希望。聖夜、わずかに残った俺のコスモを。聖夜、消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。聖夜。何？ペガサスが、また。しかもなんだ、聖夜の後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる。友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ弱を断つ。